フルーツいっぱいの至福のパフェ。緑に囲まれた空間に店を構える富士市の至福のフルーツパフェ物語。食材にもこだわりがあるんだとか。パフェのフルーツはもちろんですけれども、あとはアシタカ牛という裾野の方で育てられた牛肉ですとか、野菜はいろいろもう地産地消のものをすぐ取り寄せることができております。秋の味覚を楽しもう。まずはこちら、秋のパフェ屋のアフタヌーンティー。削った焼き芋を乗せたソフトクリームと黒ぶどうのプチパフェ、そして秋の食材を使った7種のデザート、追加でアシタカ牛のプチハンバーグもつけられる盛りだくさんで豪華なプレートです。どうしてもパフェだけだと冷たかったり、これからの季節ちょっと寒かったりするので、時間経っても大丈夫なパウンドケーキですとか、あとかぼちゃのプリンとか、そういうのも入ってます。こちらはお店の看板メニュー、至福のフルーツパフェ。こういうお店をやるならいろいろ知った方がいいなと思いまして、いちご農家さんとか、あとぶどう農家さんにちょっとお世話になっていろいろ教えてもらいに行きました。今の時期にはシャインマスカットやバイオレットキング、ピオーネといったぶどうがふんだんに使われています。他にも富士宮産の牛乳を使ったソフトクリームをドーンと乗せて、お店で人気の至福のフルーツパフェの完成です。お食事のメニューも充実しています。こちらのハンバーグはまず赤ワインを使って肉汁を閉じ込めるように蒸し焼きにします。次に企業秘密の特製ソースを絡めて、アシタカ牛の大人の煮込みハンバーグの完成です。手ごねしたハンバーグはアシタカ牛の旨味たっぷり、キノコのソースと相性抜群です。最後はこちらのデザートプレート、食べ比べクロッフル。クロッフルってあまり聞いたことがないですよね。クロワッサンをワッフルにしたものなんですけれども、福岡とかでは専門店があるんですが、なかなか静岡にはなくて、で私がそれ美味しいなと思ったので、クロワッサン生地をもうオーダーが入ってからここでワッフルにして焼いて、でソフトクリームとフルーツのものと、あとリンゴをソテーしてキャラメリゼって言って、ちょっと香ばしく焼いたものとキャラメルのアイスを合わせたものの食べ比べでご用意しております。地元の新鮮なフルーツや食材を使って秋の味覚が楽しめる至福のフルーツパフェ物語です。